約550万平方キロメートルの面積にも及ぶアマゾン熱帯雨林。もしアマゾンが一つの国だとしたら、世界9位の面積にもなる世界最大の森林です。そんなアマゾンには広大な森の他に、全長7000キロメートルにもなるアマゾン川があり、豊かな生物多様性を誇ります。アマゾンでしか見られない固有種も数多く存在し、まさに生命の楽園です。しかしこれだけ広大であるがゆえに、人類が解明できていない謎も数多く残されています。アマゾンの陸地のほとんどは20メートルを超える樹木によって覆い隠され、空からの調査は困難。どれだけ科学が発展しようと、足を使って開拓しなければいけません。しかし森の中には当然道もなく、あたりは危険な野生動物だらけ。簡単に足を踏み入れられないからこそ残る古代の地球の名残。果たしてアマゾンに眠る秘密とは一体何なのか。深海や宇宙に次ぐ人類未踏の地、アマゾン熱帯雨林の謎に迫っていきましょう。はじめに紹介するのが孤立部族。ブラジル政府の調査によると、アマゾン熱帯雨林には約400部族、人数にして約90万人が暮らしていると推定しています。部族の多くは原始的な文化を守りつつも、外部との交流も行っており、観光や取材への協力、環境保護活動への同意などをした上で熱帯雨林で暮らしています。一方で外部とは一切接触せず、2万年前と同じような生活をしている部族も複数存在するのです。そういった部族は孤立部族、または未接触部族と呼ばれています。孤立部族は世界中に存在しますが、そのうちの大半70部族以上がアマゾンで暮らしているとされています。孤立部族のほとんどは部族名すら不明、現代においてどんな文化を持って生活しているのかがほとんど分かっていません。ブラジル政府は孤立部族を保護するために、直接接触して対話を試みるといった調査を行っていたこともありましたが、外部との接触によって環境や文化を侵害する恐れがあるとして、そういった調査は行わなくなりました。現在では全面的に外部との接触を禁止にし、年に1回ほどヘリや飛行機による上空からの調査のみにとどめています。しかしアマゾンには違法の伐採業者や採掘業者がたくさん出入りするため、そういった人たちによって孤立部族の生活が危険にさらされ問題となっています。2020年には違法に立ち入った外部業者のせいで、孤立部族の子供が新型コロナウイルスに感染死亡したというニュースがありました。孤立部族は部外者が持ち込むウイルスに対して極端に弱く、都市部では簡単に治る病気であっても、部族間では部族ごと壊滅させる危険な病気になり得ます。そのような背景から、彼らの生活の謎を紐解くことは今後も困難だと言えるでしょう。原始的な生活を送る孤立部族は古代の地球に関する言い伝えなんかも持っていそうなので、いつかは対話できる体制が整ってほしいですよね。しかしアマゾンには孤立部族以外にも、古代の地球の暮らしに関する謎を紐解く貴重なヒントが眠っているんです。アマゾン熱帯雨林からは81の集落の遺跡、104の構造物が見つかっています。アマゾンのほとんどは手つかずの楽園だと思っている方も多いかもしれませんが、実はそうじゃないんです。15世紀頃までのアマゾンには全域にわたって現在よりもはるかに多くの人が住んでいたと予想されています。見つかった構造物は石の装飾で飾られた美しい外観をしており、これは住んでいた人々が高い技術力を持っていたことを証明しています。この他にも昔の文明の名残として発見されているのがアマゾンの地上絵。地上絵は200個以上発見されており、丸や四角などシンプルな形のものが多いという特徴があります。有名なナスカの地上絵が何のために描かれたのか分かっていないのと同じように、アマゾンの地上絵も何のために描かれたものなのかが分かっていません。研究者の予想では、地上絵は何らかの儀式に活用していた、または墓地として利用していた場所の名残なのではないかとしています。というのも、地上絵の近くからは陶磁器や木炭が出土しているからです。都市伝説好きとしては、地球外生命体とは接触していた名残なのかなとも思っちゃいますけど、一体どうやって描いたのか未だ解明されていない謎の一つになっています。アマゾンで暮らした人類の歴史はほとんど分かっていない上、アマゾン川流域の大半は
未調査なので、こういった昔の人類の痕跡はまだまだ見つかると言われています。しかしこれだけ文明を発展させ、多くの人が住んでいたアマゾンには今やほとんど人が住んでいません。一体なぜ文明は途絶えてしまったのか。イギリスエクスター大学の考古学者ホナス・グレゴリオ・デ・ソーザは、ヨーロッパ人が一帯を征服したことで住民たちは死に絶えたと語ります。1492年コロンブスがアメリカ大陸を発見してから約200年の間、ヨーロッパ人はアメリカ大陸を植民地にしようと次々にアメリカ大陸へ訪れていました。その際アマゾンにもたくさんのヨーロッパ人が押し寄せ、先住民と衝突、虐殺が行われただけでなく、免疫のない病原菌を外部から持ち込まれたことで先住民の間で疫病が大流行しました。多くの先住民が亡くなっただけでなく、生き残った住民もアマゾンからは逃げ去ったために文明が滅んだと考えられています。そのため当時の文明がどんなものであったのかを知る人物は残っておらず、現代まで謎の文明として研究が続けられているといった感じです。高度な構造物を作るほどの当時の先住民は一体どのような生活を送っていたのか、この謎はいつか解明されるのでしょうか。そしてアマゾンに隠れた文明の痕跡の中には、世界中で語り継がれるある伝説の王国も含まれているかもしれません。その伝説の王国というのが黄金郷エルドラード。エルドラードとは16世紀頃のヨーロッパで広まったアマゾン奥地に存在したとされる黄金でできた王国です。当時アメリカ大陸を支配していたスペイン人が黄金郷の存在を噂で広めたことを発端に、多くの探検家がアマゾンを訪れるようになりました。中世ヨーロッパの大富豪の一族ベルザー家も探検家を雇ってアマゾンに派遣するなど一大ブームになっていたんですね。黄金郷の噂は300年にもわたって語り継がれ、その間も絶え間なく探索されたものの、未だ存在の痕跡すら発見されていません。一応この伝説、現在ではフィクションであると解釈されています。フィクションの元となったのは、16世紀頃までアマゾンに存在したとされるチブチャ文化。チブチャ文化では金の採掘と装飾技術が発達していたため、儀式の際、その土地の族長が全身に金粉を塗るという文化がありました。その話が人から人へ伝わるたびに尾ひれがつき、黄金郷伝説ですり替わったと考えられています。しかし黄金郷をフィクションのままで終わらせるのはまだ早いかもしれません。アマゾンは1690年頃にゴールドラッシュがあったほど金が取れる土地として現在でも採掘が盛んに行われています。先ほどは昔の先住民が高い技術力を持ち高度な文明を築いていたと紹介したように、金鉱近くで黄金郷を築いた部族が存在していた可能性も十分にありえます。チベチャ文化以前には金バヤ文明やタイロナ文明といった金製品を生み出す技術を持った文明の存在が明らかになっており、実際にいくつかの金製品も出土されています。もしかしたら今この瞬間もジャングル奥地には黄金郷が眠っているのかもしれません。ここまでがアマゾン熱帯雨林の謎に関する話ですが、最後にアマゾン熱帯雨林が現在進行形で直面している危機について少し話していきたいと思います。少し前までのアマゾンは広大な熱帯雨林によって大量の二酸化炭素を吸収し、酸素を生み出すことから地球の肺と呼ばれることもありました。しかし現在では度重なる森林火災、過剰な森林伐採、火海溝によって元の面積の 15% が消失しており、もはや地球の肺としての役割は失ったとされています。フランス国立農学研究所の科学者ジャンピエール・ヴィグネロンの研究では、現在のアマゾンの二酸化炭素の排出量が吸収量より上回っていると指摘しています。要はアマゾンが世界最大級の二酸化炭素排出地域になっているということです。もちろんブラジル政府なんかはアマゾンの自然を保護しようと尽力していますが、森林火災も森林伐採も政府の目を気にしない違法業者によって引き起こされているのが現状です。今はまだ生命の楽園と呼ばれるアマゾンですが、いずれは多くの生命が命を落とす地獄へと変わってしまう日も近いのかもしれません。また金を採取する際に使う水銀によってアマゾン川が汚染され、現地で暮らすヤノマミ族の住民の 92% が水銀中毒になっているといった報告もされています。以前挙げた砂漠化についての動画内でも話しましたが、自然は先進国の都市化によってどんどん破壊されています。先進国で暮らす僕らがアマゾンで暮らす人々にジェノサイドを行っているということを忘れないようにしましょう。遠い土地の関係ない出来事とは思わず、少しでも環境への意識
識を向けて、この日本からアマゾンの豊かな文化と自然を守っていただければなと思います。皆さんは今後のアマゾンがどうなっていくと思いますか？よかったらコメント欄で意見を聞かせてください。以上がアマゾン熱帯雨林についての話でした。アマゾン熱帯雨林にはマッピングアリというユーマが存在するとされています。マッピングアリは怠け者のような見た目で、体長は5メートルを超え二足歩行が可能なことから、ブラジルのビッグフットとも呼ばれています。先住民の間では有名なユーマで、実際に見たという人も少なくありません。しかし性格がかなり獰猛らしく、うかつに近づくことすらできないそうです。まためちゃくちゃ体が臭いらしく、匂いを嗅ぐだけでめまいが起こるとも言われています。先住民以外でマッピングアリを見たという人は少なく、本当に存在するかは分かりませんが、アマゾンほど広大な場所ならまだ発見されていない巨大生物がいたとしても不思議じゃないですよね。古代の南アメリカにはメガテリウムという巨大なナマケモノが生息していたとされているので、その生き残りがマッピングアリとして生き続けているのかもしれません。でもナマケモノのような見た目で悪臭を放つ生物ってどっかで見たような気がするんですよね。もしかして俺？こんな感じでこのチャンネルでは都市伝説、芸術、スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので、僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。